岡山市立オリエント美術館の四角と申します。今日はですね、古代ガラスの謎に迫るということで、皆さんもですね、ご関心の日本とですね、西アジアが非常に関係が近かった西、ササン朝時代の部のガラスについて、少し最新の成果をご紹介したいというふうに思います。最初にですね、皆さんにご覧になっていただきたいのは、江上波男、東京大学のですね、江上波男先生の詩なんですけれども、日本人としてですね、東アジアの人として、初めてですね、西アジアの遺跡調査を行いました。1956年のですね、テル・サラサードという遺跡の発掘開始に伴って読まれた詩なんですけれども、遺跡というのはですね、長い時間の西アジアではですね、ここには一級という感じになっています。テルといってですね、長い時間の生活の痕跡が折り重なって丘のようになっていくんですけれども、でパッと見ですね、昔の遺跡というのはこういう山のようになっているんですが、それをですね、発掘してみますと昔の人の生活がそのまま残っているなということですね、このような詩を書かれているんですけれども、こちらです。最後の方なんですけども、我ら今科学の魔杖を持て、この村々の亡骸に光と動きと言葉を与え、この一休をして、この強に冥土をせしめんということで、もうすでにですね、使われなくなって久しくなった考古学的なものをですね、いかにして理解してその生活を復元するかというのが考古学研究の最初の目的であるということをですね、端的に表している詩だと思うんですけれども、さて今日ですね、最新のですね、科学の魔法の杖としてスプリング8というですね、世界最大の出力を持つ放射光施設での実験の成果というのをご紹介したいと思うわけなんですけれども、博物館資料のですね、悩ましい問題といたしまして、博物館の学芸員として働いている私からするとですね、非常に困るのはですね、こういうですね、ものなんですけれども、岡山市立オリエント美術館には約5000点のですね、西アジアの文物を管理しているわけなんですけれども、中にはですね、こちら大変貴重なものです。まず第一にですね、古代のガラスであって、真っ白のガラスで非常に数が少ないんです。なぜかと言いますと、当時の人はですね、宝石のようなラピスラズリの色ような色をしたですね、ないしはトルコ石を人工的に再現したいというような意思を持って、ガラスを作っていたと思われるんですけど、白くてですね、硬くて美しい石っていう、大理石とかあるかもしれない、あんまり当時の人は価値を置いていなかったようでありまして、白いガラスが非常に少ないんです。で、なおかつここですね、エジプト学ご存知の方はですね、こういうのカルートゥーシュ、王様の名前が書いてある印ですよというのをご存知だと思うんですけど、これはですね、アメンヘテプ3世といいまして、ツタンカーメンのおじいさんです、の名前が彫ってある。ツタンカーメンのおじいさんの時代のものだということがそれで分かりますから、見ていただきますと、年代も結構細かく、1401年から1363年というですね、アメンヘテプ3世の治世の間に作られたんでしょうということが分かるわけなんですけど、残念なことにですね、これ以上のことはよく分からないんです。で、その隣のですね、こちらのこれくらいの大きさの小壺なんですけれども、これは何といってもですね、今から3000年ちょっと前の色彩が全て残っている。これをもしツタンカーメンが見たことあったとしたら、ツタンカーメンと同じ色を皆さんもご覧になっていただける、大変素晴らしいものでありまして、若干このハンドルは後で直したものですけれども、いずれにいたしましても、今から3000年以上前の壊れやすいガラスがですね、壊れずに残っている。破片はですね、それなりの数あるんですけれども、多分日本国内を見渡してみましても、今から3000年以上前のガラス製品がですね、のエジプトのガラスで形を持ったものが、多分両手を超える数は多分日本国内ないだろうというふうに考えられているんですが、非常に貴重なものなんですけど、残念なことにですね、これらは美術市場で購入されたものでありまして、いつどこでどの遺跡からどのように何と一緒に出土したかっていうのが一切情報が失われてしまっている。そうするとですね、美術品として扱わざるを得ないっていう問題があるわけなんです。そうしますと、私たち考古学的にこれを扱おうとしますと、もう失われた情報の一点においてですね、もうお手上げになってしまうんですね。
どんなに美しいものであったとしてもです。で、一方でこういったガラスというのは随分前からですね、分析、蛍光 X 線にかけ分析にかけますといろんなことが分かる、大変有効であるというのはもう学会でもみんな分かっていることなんですけども、残念なことに世界中の博物館の美術的一品で分析されたものっていうのはほとんどないんです。なぜかと言いますと、分析するにあたりましては、ね、サンプルを取らなきゃいけないということで、どこか削り取らなきゃいけない。そうなってきますと文化財の側面ですね、博物館や美術館に存在するものというのは基本的に博物館のいや美術館の機能というのは収集保存調査研究展示ってあるわけなんですけど、まずですね、収集して保存する、これがですね100年後1000年後の人たちにも同じものを同じ状態で見ていただくために日夜私たちは努力しているわけなんですけれども、そこで今私たちが改変してしまうとですね、未来の人は違うものを見ることになってしまう、これはまずいということで、分析が進まないということでですね、博物館美術館にありますこういった美術的な一品というのはですね、非常に悩ましい問題がある。で、先ほどですね紹介しました江上先生は科学のですね魔法の杖だということで発掘のことを表現されていましたけど、私の言葉でですねちょっと下世話なんですけども、全く喋ってくれない、もう筋素性がよくわからない美人、すいません女性の方イケメンって読み替えていただきたいんですけれども、私なので美人って書きましたけれども、そういうですね、素晴らしい美術的一品にあわよくば身の上話、どのようにしてどこで作られてどのように使用されて廃棄されたのかっていう、そういうことを聞き出したい、こういうところがですね今回の研究の始まりにあるんだということでありまして、美術館博物館大英博物館ルーブル美術館素晴らしい作品いっぱいあるんですけども、実はその展示されているものの大英博物館ですら約半数は購入されたものということですから、よくわからないものがいっぱいあるということなんです。さて、今日ですねお話をさせていただきます左三町のガラスというのは皆さんもう教科書でもご存知だと思うんですけれども、正倉院にまでやってきてですね、西アジアで作られたガラスが最終的にはですねシルクロードを通って日本にまで伝わってきたということで、このシルクロード交易のですね実態を実物で示す好資料であるということは皆さんもご存知だと思います。これはですね1959年、今からですね55年前ですかに日本人研究者が発見いたしまして、これで今今日に至りますように左三町の研究が盛んになり、そして日本にはですねたくさんの左三町の文物が将来されてきたというきっかけになったわけなんですけれども、残念なことにですねその実態は全く分かっていないと言って過言ではないんです。でもう一点紹介し忘れましたけれども、こちらはですね福岡県の宗像大社の別宮があります沖ノ島玄界灘にポツンとある孤島なんですけれども、そちらからの岩陰祭祀から出土した破片があるんですけれども、これだけだとですねどういったものか分からないんですけれども、これは実はですね岡山市立オリエント美術館の所蔵品なんですけどの一部分、これ見ていただけるこの飛び出たですねタコの吸盤みたいなやつの一部分がこちらなんですけども、と比べると同じだよく似ているということは分かっても、でもそれ以上のことはよく分からないというのが実情でありまして、非常に難しい問題がある。でなぜかと言いますと、世界中の博物館資料の左三町のガラスですね、展示ケースに入って左三町って書いてあるガラスの多分そのほとんどはですねカスピ海の南西岸イランの北部なんですけども、から出土したと言われている伝イラン出土資料と言いまして、平らに言うとですねちょっと手垢についていることがついている言葉であんまり使いたくないんですけども、平らに言うと盗掘品ということになっておりまして、先ほど言いましたようにどこで誰がどのように何と一緒に見つかったのかさっぱりわからない、どんな墓から出てきたかもわからないけどお墓らしいとしか分からない、伝わっていないんですね。でそういった地域のものとこれ比べて似てるよと言った時、どのようにですね研究を進めたらいいかというとことが非常に難しかった。ただこの地域でですね、その盗掘、が進んでいた頃はどん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 進出の資料が出てきますから、それなりに左三ガラス研究が進みました。ところが1979年80年にありますとイラン・イラク戦争というのが始まりましてですね、新しい調査が全く滞ってしまうとその実情がやっぱり分からなくなってくる。
でそれと対比する資料といたしまして、このティグリス川のですね中流域、この辺がササン朝の都があったところなんですけれども、この地域を中心とする地域でもササン朝のガラスというのは出土しているんですけれども、まず第一にですね発掘したごめんなさい進むの忘れてました発掘資料のですね、年代が発掘調査の年代が非常に古い、第二次世界大戦よりも前だったものですから、今日私たちが使っている発掘の手法とは随分違っておりましてですね、そのままその現代的なですね調査の成果と比べるわけにはいかないという理由、それからもう一つ大きな問題は、この辺から出土いたしましたと言われている博物館資料でよく見られているササン朝のガラスというのは、このようにカップの類が非常に多いんですけれども、一方でこのササン朝のですね勢力の中心でありました、このユーフラティグリス川のですね流域から出土するササン朝のガラスというのは、こういう小さなボトルというのがほとんどありまして、カップの類って非常に少ないんですね。ですからこちらとですねこの地域が比較的近いにもかかわらず、その機種組成レパートリーがですねあんまりこうオーバーラップしないということで、なかなか研究が進まないということが、つい20年ぐらいまで継続していたということになります。それからササン朝のガラスのもう一つ大きな問題といたしまして、同じ時代の地中海周辺地域からで、の影響、平らに言いますとローマガラス、ビザンツガラスというやつなんですけれども、そういった地域のですねものと非常に強い影響を受けておりまして、形や技法、装飾の技術、それから器の形ですね、模様の技法、そういうものだけで、見た目だけでですね同じ時代の地中海系のガラスとの区別が非常に困難だった。さらにですね製作工房が見つかっていないということで、もう分からないことだらけと言っても過言ではなかったんです。ところがですねちょうど2000年ぐらいからなんですが、この10年ほどの間に考古学と分析科学の共同研究が進んだ結果ですね、ササンガラスにも非常に飛躍点があったという、3世紀から7世紀のガラスということで、ちょうどササン朝というのはこの時期なんですけど、この地域のガラスの研究が進んだ人はこういう特徴があります。で、古代オリエントのガラスというのはいわゆる計算円ガラスというのの中の一部分のソーダ石灰ガラスと言われるものでありまして、主たる成分がケイ素ですね、それにアルカリ系の有剤と石灰がある、これがソーダ石灰ガラスということなんですけども、この中のですねアルカリ系の有剤というのが地域によってですね何をするか違うんだということが分かってきた。で、このササン朝のガラスというのがそうなが使っているのが植物灰ガラスと言われているものでありまして、このアルカリ系の有剤にですね、植物由来のカリウムやマグネシウムがたくさん含まれている。でこれをですね分析いたしますと、マグネシウム、酸化マグネシウムと酸化カリウムの含有量がともにですね 1.5 重量パーセント上回るも、これを植物灰ガラスと言おうじゃないかと。でこれがどうやらササン朝の流域で中心的にですね分布していたガラス素材である。一方で地中海沿岸、エジプトから地中海沿岸の地域では、エジプトで大量に取れます、自然界に存在している天然鉱物のですねナトロンというものをですねアルカリにとして利用していることから、植物由来のマグネシウムやカリウムはほとんど入ってこないということで、両方は下回る。でこの分析、 こちらがササン朝のガラスの特徴、こっちがですねローマ系のガラスの特徴ということでですね、分かるということで、こういったものの分析がちょうど進み始めたのが1990年代の半ば後半ということで、あります。こういう中でですね、私たち岡山市立オリエント美術館、東京理科大学の中井泉研究室と共同でですね、ガラスの非破壊の蛍光 X 線分析を継続してきました。これがですね、出ますけれども、美術館の起用で発表しましたその分析の結果なんですけれども、典型的なササン朝のガラスだと言われていて、実際分析するとですね、その先ほど言いました植物灰ガラスというデータが出てきたんですけれども、で、調べてみますとですね、形だや技法だけではですね区別できませんというふうに私は先ほど申し上げたんですが、こちらはですねつい10年ぐらい前まで私どもササン朝のガラスだというふうに、イランで出土したササン朝のガラスだということ
ということで展示してたんですけど、分析してみるとですね、もう典型的な地中海沿岸のデータ、それからこちらはですね、ササン町にもローマにも両方あるんだけどどっちかなって長屋で言われたんですけど、分析しますとこれはローマのガラスでもイランで出土したっていうことになってます。こちらは長い間ローマのガラスだと言われていたんですけれども、分析しますとですね、どうもササン町のガラスらしいということです。今までやはりですね、目だけではよくわからないということが分析によってですね、非常によく分かってきたということになります。で、このようにですね、先行研究としてですね、アメリカのブリルという研究者の研究があるんですけれども、この人たちがこのグループの研究の成果によりまして、ササン町のガラスというもののですね、組成そのものがですね、かなり分かってきたんですけど、残念なことにですね、ササン町のガラスというのはこういうものだという組成は示したんですけれども、時間的な変遷、地域的な変遷まで言及できるようなデータを取ることはできなかったんです。ところがですね、2000年半ば後半になってまいりまして、今度はですね、イラク、この辺りですけど、現在のイラクのですね、中部にあたります、ベイアルダシールという遺跡があります。これはですね、アルダシール1世というですね、ササン朝初期の王様が作った町ということなんですけれども、ここから出土いたしました相違的に分類されているガラス資料をですね、抽出いたしまして、これをですね、破壊分析なんですけれども、 ICPMS 法といった手法でですね、分析してですね、微量の重元素を比較するという研究をしたわけです。そうしますと、化学組成からですね、3タイプに分類できることと、その分類したものがですね、時間的な変遷を終えるんだということをですね、明らかにいたしました。で、これはですね、どういうことかと言いますと、ササン朝のですね、継続した時間の中でですね、初期にはですね、不純物が非常に多かったのが、だん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 リファインされて不純物が少なくなってくるんだということが分かってきて、これはシリカですね、砂の採取地が変わったのか、あるいはですね、生成する技術が上がったのか、どちらかちょっとよく分からないんですけれども、まあ、そういったようなことがですね、分かってきたということで、今回ですね、このベアルダシールの研究成果を下敷きにいたしまして、スプリング8のを使った分析をさせていただいたということになります。で、このベアルダシールの結果というのはですね、考古学です。生身の考古学者としては困るのはですね、ガラスのですね、破片、小さな破片を使っているものですから、どんな形のどこの一部分なんだっていうことが分かりにくいんですね。で、ガラスの破片、皆さんもガラス割れた破片をご覧になっていただければ分かると思いますが、どこか色が変わってたりとか、もう粉々になると、それが口の方なのか、お尻の方なのかっていうのは、本当に口が残ってないと分からない。ところが土器なんかですと、非常に情報がたくさんありましてですね、断面見ると中に含まれている混雑物やなんかを視覚的に確認することができるものですから、いろいろと見ることができるんですけど、ガラスの場合は完全に均質になった非小質ということでありまして、目だけで分かることで非常に少ないんですね。で、そこでですね、公的な資料として、オリエント美術館の所蔵品というのは、まず博物館資料ですから、もういろんなタイプのものを取り揃えています。あらゆる資料を取り揃えています。しかし残念なことにですね、発掘品ではなくて、先ほども言いましたように、まあ、平らに言うと盗掘品なんですけれども、ただしですね、重要なことは、これらはだんだん新しくなってきますと、こう偽物だったり、まあ、よこしまなものが含まれてくるんですが、この、まあ、ラッキーなことにかどうかわからないんですけれども、盗掘が盛んになる一番最初の頃にですね、考古学者がと私どものもともとのコレクションを形成された実業家の方が現地で収集されたということでありまして、非常にですね、まあ、由緒正しい盗掘品といったちょっと言葉は良くないんですけど、まあ、学術的な価値が非常に高い。これを分析することによりましてですね、
よりササンガラス研究に寄与できないかというところが今回の目的でありまして、奇形ですね、形がちゃんと分かる、誰が見てもササンチョウのあいつ頃のもんなんじゃないのっていうものをですね分析することによって、それと組成のですね対比がどの程度できるのかということを見つけようとした。それからもう一つ重要なことは、先ほど分析いたし紹介しました、これまで10年ほどやってきた研究というのはアルカリ源に起因するですね、軽元素を分析してたわけなんですけれども、非破壊という限定がつきますとガラス表面がですね風化いたしますと軽元素というのは抜け出てしまう傾向があるということでですね、かなりちょっとこう引いて考えなければいけないことがあったんですけれども、このイタリア隊ベアルダシールの成果を出したイタリア隊の研究によりますと、微量の重元素の分析が組成が非常に意味があるんだと。で、この重元素というのは風化しててもそんなにですね影響少ないということで、これはぜひということで、非破壊で、PPM レベルの非常に微量の重元素を分析するために、このスプリング8を使わせていただいたということです。で、重要なことなんですけれども、分析するにあたりまして、その器の形、考古学者が目で見たところと分析の結果がどれだけ、クロスしているのか、マッチしているのかというところが重要でありまして、この中でですね重要な最もササンチョウのガラスの器として初期のものと考えられております、こういう突起イボイボがくっついた突起装飾腕といいますけど、これはですね日本体がちょっと下消えちゃってるんですけどごめんなさい、イランでですね、イランのギーラン州というところで発掘いたしました唯一の学術資料。残念なことにこの実物はですね、現在イランの博物館にあるということになっているんですけど、その所在はよく分かりません。私たちも分かりません。の類品がオリエント美術館に存在している。それからこちらなんですけれども、中国でですね、6世紀583年というですね、記念名のあるお墓にですね、から出土いたしました円形切子、あの正倉院と同じタイプのですね、正倉院のやつはカップなんですけど、これはお皿です。低い浅鉢というべきでしょうか。丸いカットが密集しているもので、それの類品として、まあ私どものこういうところ、こちらはですね大体6世紀7世紀のものだろうと、こっちはですね3世紀の後半から4世紀の初めぐらいのものに違いない、明らかにこっちが古くてこっちの方が新しいというですね視覚的情報を持っているものを分析してみたということになります。で、こちらのですねスプリング8の BL08W というビームラインを使わせていただきまして分析をいたしました。こちらがですね一緒に仕事をさせていただきました東京理科大学の中井泉先生、それからこちらが助教の安倍さん、それからこちらはスプリング8の職員の伊藤さんということで、皆さんのご協力を得まして分析をさせていただきました。で、時間がなくなってきたのでちょっと飛ばしますけれども、こんな風にですねレーザーを当てまして、そのここの部分を測ると。で、せっかく あんまりですね、風化の著しいところを分析してですねデータがおかしくなってもいけないので、できるだけ風化の少ないところを選んで分析しております。こちらもそうです。こちらがこうディテクターなんですけれども、でその結果なんですけれども、こういうですね重元素ですね、レアアースという言葉で皆さんあの耳に聞かれたことあるかもしれませんけれども、ランタンとかセリウムとかですね、その辺にあるハフニウムとかっていうこういうのがとりあえず非破壊で微量の元素がちゃんとですね分析感知できているというのはこの表から見ていただけるかと思います。そしてですね重要なことはこの赤い方が波が小さくて、この青い方が波が高いと、この言われているようにですね、古い時代の方がそういうですね、不純物重元素が非常に多く豊かに含まれていて、新しくなればなるほど少なくなってくるんだっていうですねイタリア隊の結果がですねどうもこの波からも見ていただけるんではないかなと思うんですけれども、さらにですねこれをイタリア隊のですね文献から得られた時間的な変遷ということで、初期ササンチョウ、中期ササンチョウ、後期ササンチョウとこう流れの中でですね今回分析いたしました古手のものと新し手のものをですねこう入れてみますと、ちょうどですね綺麗にそのグループの中に入り込んだということで、このランタンとセリウムってまあ一部分なんですけど、まあ彼らの根拠がデータとして公表しているところに載せてみたところですね、奇形として確認していた予想していたことと結果としてのですね成分が非常に高い相関関係を持っていることが確認できたということで、重要なことなんですけど、非破壊でササンガラスのですね
ね、政策の年代および期限というのをですね、推定できる世界初の成果を得ることができたということになります。で、そろそろ時間なんですけれども、科学のですね、魔法の杖を使って、今回ですね研究をしましたところ、重要なことはまず第一にですね、非破壊でもですねちゃんと高感度のですね、微量の重元素が確認分析できた。これはですね世界最大出力の施設であるスプリング8でしかできない、得られなかった成果である。で、他のチームではですね似たような結果というのはガラスがサンプルを取って溶かしてそれを分析しているものですから、美術品とか貴重な文化財にはですね応用不可能だったわけなんですけれども、そういうですね美術品文化財へ化学分析を応用する道を開いたということができるんではないかというふうに思います。それからですねもう少し考古学的に重要なことは、この正倉院のもの、そして沖ノ島のものというのは、サザン調のガラスのと非常に技法的にも形態的にもよく似ているというふうに申し上げましたが、一方で技法と形態ではローマのものなのかササのものかよく分かりませんよと強調しております。でこういったものについてもですね、実際にこの類品をですね分析しましたところ、特に白瑠璃湾の類品です、正倉院のものの類品につきましては、全てがですね同じ組成グループの中に入り込んで、これはすなわちですね同じものがあちこちで作られたわけではなく、原材料がちゃんと流通している地域の中で作られたことはほぼ間違いないだろう。そうするとですね、こちらなんです、正倉院のものももしそうだとすれば同じところです。すなわちやっぱり本当に西アジアからやってきたっていうことが科学的に証明できるデータの元を今回捕まえることができたというところが大変重要なところだったんだろうではないかなというふうに考えております。ということでですね、最初に紹介いたしましたこの科学の魔法の杖です、発掘をするというですね、魔法の杖と、それから今回のようにですね、最新の分析科学の力を借りた魔法の杖、やり方は違うんですが、私たちが明らかにしようとしたいというのが当時の社会であったり流通の実態であったりというところでありまして、まあ、今後もですね、あまりものを喋ってくれない非常に、ハンサムであったりですね、美人のですね人、テレビでしか見えなかった人のお近づきになってですね、新しくですね、いろんなことを喋っていただくきっかけとして、こちらからですね大きな耳を近づけて、そのささやくところを聞いてみた、ささやかな研究の成果を今日皆さんに発表させていただきました。今日はどうもご清聴ありがとうございました。